はい、それではやっていきましょう。ミニマップっていうのは、簡単に言うと上からカメラで見下ろしている感じになりますね。そういう状態を作ります。なので、上から見下ろしたいキャラクターですね。のブループリントを開きます。まあ、今の場合、サードパーソンの、ブループリントですね。で、開いたら、アドコンポーネントで、スプリングアームを、出します。で、このスプリングアームは、なんていうかな、一番外側、このままやっちゃうとカメラブーンにの下に入っちゃうんで、そうじゃなくて、カプセルコンポーネントとの下ですね、こういう感じにしてください。で、次にスプリングアームを選択して、そこで 2D で出てくると思います、ね、この新キャプタキャプチャーコンポーネント 2D っていうのを選びます。で、この新キャプチャーはスプリングアームの、子供にしといてください。こういう感じです。で、したら一旦コンパイルしてブラウザーに戻ってください。で、戻ったら右クリックの、マテリアル&テクスチャーの、レンダーターゲットっていうのを選びます。まあ、名前は各自適当なものにしてください。で、名前付け終わったら、こいつを選択している状態で右クリックの、クリエイトマテリアルを押してください。そうするとマテリアルが作られます。で、もう一回キャラクターのブループリントに飛びます。そして、このスプリングアームですね、まあ、ビューポートで見ながらスプリングアームのこのローテーション Y ですね、をマイナス90にし、あ、ここじゃない、ここですね、ここをマイナス90にします。で、X は、まあ、自分の真上ですね、まあ、こういう感じ、まあ、Z も0でいいですね。で、今度は、新キャプチャーコンポーネント 2D を選択している状態で、ここですね、テキスチャーターゲットをさっき作った、レンダーターゲットにします。それでコンパイルして、セーブしてブラウザーに戻って、今度さっき作ったマテリアルを開きます。で、開いたらテキスチャーサンプルを選択して、この左側ですね、まあ、どっか空いてるところをクリックして、左側のサーフェスをユーザーインターフェースにします。で、するとピン外れるんで、ワイヤー外れるんで、もう一回つなげ直します。するとこういう画面が出てくると思います。で、もう一回セーブしてブラウザーに戻って、今度、ウィジェットを作っていきます。ので、ユーザーインターフェースの一番下ですね、ウィジェットブループリントで、また適当に名前をつけてください。じゃあ開いてもらって、左側のイメージですをここに持ってきて、まあ、自分地図を置きたいとこですね。まあ、僕は右側の方が好きなんで右にして、サイズ、まあ、250ぐらいがちょうどいいかと思います。まあ、サイズ X と Y に、まあ、好きな大きさを入力してもらって、で、まあ、右側がいいなら右側でアンカーも右にしときます。で、終わったら、このイメージを選択している状態で、この
ブラッシュの下のイメージですね。ここに作ったマテリアルがあります。ミニパップレンダーターゲット 2D のマテリアルで、ここまでできたらコンパイルしてセーブ で今度はキャラクターのブループリントを開きますと。開いたら、イベントグラフで飛んでもらって、まあ、イベントビギンプレイですね。イベントで、まあ、普通にウィジェットを作る作業です。クリエイトウィジェットで、アドビューポートです。で、ウィジェットを作ったミニポップのやつにして、リターンとターゲットをつなぎます。で、コンパイル、セーブして、プレイすると、まあ、右側に出ていると思います。ただちょっと、見にくいと思います。で、キャラクターが動くにつれて、地図も回転するので、ちょっと見にくい。で、その回転の制御は、ここですね。スプリングアームを押している状態で、ここの、カメラセッティングのピッチ用ロールのチェックを外します。これでセーブでプレイしてみると、まあ、カメラは固定にキャラクターの向き変わっても、まあ、地図の向きは変わりません。ただやっぱりなんてオブジェクトっていうか今でいうこの階段だったりがちょっと大きさが変ですよね。見にくいですよね。でそれは今、透視投影というものになっているからです。で、新キャプチャーを押している状態で右側の、プロジェクションに行ってください。そしたら今デフォルトでプロジェクトタイプがパースペクティブ、透視投影ですね。要は、遠いものは小さく近いものは大きく、まあ、肉眼で見るような感じになっています。で、それを今度下の方ですね、オルソグラフィック、これが平行投影ですね。まあ、大きさ関係なく、表示されるものになります。で、これで、コンパイルセーブでプレイしてみると、まあ、見やすい感じになったかと思います。で、あともうちょっと、幅広くしたいなら、ここ1024。まあ、僕は1024ぐらいの方が好きですけれど。まあ、こういう感じにしたら、まあ、比較的見やすいかなと思います。はい、以上までがミニマップの作り方の基本になります。ご視聴ありがとうございました。